さあやりましょう、勝負の時だ。まあ、大リーグの方もちょっと見ながらね、三勝行きましょうよ。カラボナス知らないわ。全体マップエルパドールが結婚をしてどう変わるんでしょうかね。懐かしいね。ファイルね。懐かしすぎて忘れそうなく。結婚まで行ったね。結婚から最後のあそこまで行くのかな。スマホ版になってんのが甘いや。もう青年期でもう結婚まで行って、あのデモンズタワーまで行くのかな。一応青年期前半、そして青年期の後半は。っていうかもうデモンズタワーとか行ったんかな。エルパドール行ってんだったら俺見てなかったうちに、話してるうちに行ってたのかな。てかゲマとか倒したの。まだ倒してないって。倒してねえ。エルパドール、エルパドール、また来んのかもしれない。結婚のあたりから変わってくんのかな。わかんねえ。リング取りに行って結婚まで行ったよね。で、結婚。結婚からが若干違うのかな。若干盾を手に入れたっけ。死の火山とか行って結婚して若干違うのかもしんねえけど、でチドットの、今チドットの山道行ってんだね。エルパドールは一応経由するけど、この山道行って、で、チドットの村着いて。グランバニア。あの洞窟。4人仲間でいるわ。4人だわ。俺勘違いしてるわ。6が3人か。6が3人、4人、4人か、多分。4人だよな。6が3人か。ああ。
この辺は忘れてるわ、俺。っていうか、先代のパパスって、パパスってパパスってパパス？ああ、で、これ王の資格があるから王になれんのが。先代のパパスって今誰がやってんの？子供が生まれるまでか、多分。子供が生まれるまでから、ゲマとか、まあ、まあ、初期の世界の、まあ、ボス的に見える。ドラクエ3でいうバラモス的な感じか。その後ゾーマへって感じの。前座じゃねえけど。敵化にさせられんだったか、そう言われてみたら。で、主人公を動かすんだったか。いや、違うな。敵化が解けるんだな。お友達が敵化解くなったっけか。思い出せねえけど、そんな感じだな。前半だな、多分。本当に5の主人公が一番やばいよね、本当は。でも、だんだん幸せになっていくんだけど。5の主人公が一番本当に真面目に考えたらやばいっていう。ほんと不幸すぎてやばいっていうぐらいの勢いで。コードがやばいっていう。敵化になったりとか。囚われて捕虜10年やるとか。俺10年やるとかね。敵化になるとかね。ちょっとやばいことがたくさんあるっていう。父親亡くなるとか。一番やばいんだけど、考えるとね、まあ、だんだん幸せになっていくんだけど、確かに、今思えば、確かに5がね、やっぱ、シリーズでも人気あるのって、まあ、いろんな要素あったもんね。結婚システムとか、モンスターを仲間にできるとか、今思えば。うん。
新しい最新のドラクエはわかんないけど、モンスター仲間に、あれ ?11 だったかって仲間に入れられたっけ？普通の人間だけで戦ってたような気がするんだけど。仲間にしたっけ、モンスター。記憶はねえな、11の。俺なんか人と人だけ入れてたような気がするな。モンスター仲間にするシステムって不評なのかな？だったら、5って、何、みんな、記憶に残ってるゲームになるんだろうか。逆に入れてもいいんじゃねえかな。わかんない。11確か、人だった気がするんだよな。モンスターがいたっけ？俺人だって気がするんだよな、11って全部。モンスターが気がしねえんだよな。大好き。神田さんじゃねえかよ。もう。まあこれで 37% か3時間のやつ。まあちょっとずつ進めながらタクトもさらっとイベントこなしてって感じでいいでしょう。で以上は。あとは、ドラゲーの12は俺はと、どうなんだろうね。ちょっとブームが過ぎてから、ゆっくりやろうかな。どんな感じなんだろう。ルビーは一応、来る可能性はもう、なってるんだな。もう大変だよね、来るのね。まだあれか、来るくらいでまだあれか、まだ細かく情報な、俺はちょっとわかんないけど、まあすごく変だろうね普通に。で、子供産んで、で、ほら、さらわれる？行かなきゃいけない。神殿に、行った、石か。って終わるんだろうな。うん。まあ、確かに、子供が石か解くんじゃねえか。なんかこれ、なんだこの、この石像はみたいな感じでやってたら、解けんじゃなかったっけ？違ったかな？
うん、忘れた。完璧には覚えていない。イベントこなすのはイベントこなしておかないとな。スタミナの関係が出てくるからな。それでいいよ。うん。名前を選ぶのが面倒だから。はい。それです。考えるのがめんどくさいから、もう。12自体は発表されたけど、まだ、あれか。他になんかドラクエ3のハードディスク版、ハードディスクなのかな ?HD 版とか、オフライン ?10 のオフラインってか、10俺、データあんだけどさ。10やりてえな。でも5とかやりたくなるね。すごいね、俺見てると。5とかなんかやりたくなるね。ただ今、まあ、忙しいことだらけだけど、スマホの5って、いくらぐらいな？スマホとか、スマホとかやってれば1000円ぐらいで買えないかな。なんか、何やりたい？まあ、忙しいのを分かっていながらね、って意味ね。ただ、あってもやんねえんだよな、ロマサガみたいに、ね、時間が取れねえんだよな。ワン、ツー、スリーはプレステ4にあるからやる気になればや。てか、ワン、ツー、スリーもプレステ4にねえか、俺。やってねえじゃん。やってねえじゃん。今36周年記念だったら安くなってないの、スマホが。1年に一つずつだったらちょうどいいんじゃない？多分忙しいから、ほんとに。ドラクエのスマホの。いや、忙しいから、本当に今。本当に。買ったら後でダウンロードできるシステムでいいのかな？ 1、2、3は別にあるからいいんだけど、プレステにあるし。マジで本当に1年に1タイトルぐらいのペースだったら別に時間が取れないから本当にそれぐらいでちょうどいいんだよな。ガンガンちょっと、タワー最後の戦い3章章のあイベントの3章5自体な区切りはないっす。はい、
もスマホのゲームに移植すれば、あれだよね。スマホだとお手軽にできるからね。なんかのハードを買わなきゃいけないとか、いろいろとハードが変わっちゃってくからね。全種類統一なわけじゃないから。懐かしいな。この悪い奴らは倒さないといけない。スチーム版とかっていうのは、スチーム版で買っといけば、スチームで買っとけば、後で PC でいいのか。どっちにしろ、買って年間1個目でのペースじゃないや、無理だろうな。まあ、一気にシリーズやりたい人もいるだろうけど、僕は多分個人的に、まあ、スチームをやりながら自分で個人的にポチポチ進めるとか、そういうのは可能だけどな。まあでも、でも今日編集員のあれのあれってそろそろアップデートクリア情報あんの？だからニュース。2.7 でだからさ、実装しますっていう、新しいの実装しますって情報が出るってことは。おい。おい。ちょ、先生。見てないうちに大変なことになっていた。え、倒せなくなるの？こっから。新しいのがもう出るっていう、もう完全にネットの普通のあの、サイトが情報出してるから、出るのは確実なんだろうけど。予告 PV とかも出たとか。え、いつ出るんだろうね。もうちょい出んのが、5月31日か。ああ。あ、じゃあ1週間じゃ、あと。うん。まあ、どうするか。引くか引かないかは知らん。ゆっくりやる。レベル15でやられたの、俺。ロックでしかねえわ。レベル15でやられたの、本当にもう。プラス50の人に手をかけるしかない。怖いからね。珍しく、スライムチョコレートでも、経験値だな。買いますか。ちょっとガンガン行こうぜは捨てるぜ。あ、だからネットで今日、原神ちょっとやってたら出てたんだ。情報が。もう5月31日は決まったんだ。まあ、個人的には遅くてよかったわ。忙しくて回ってらんねえんだな。まだ本当は謎解きがあるんですけどね。ロト。これでいい。あ、違う。この時に使っちゃいけねえ。やらかした。やらかした。無駄なとこで使ったわ。もともと使えんのかな。すごいなんか武器がすごいから不死鳥かろうと。俺に全てをかけるしかねえ。じゃないとちょっと。やばい。シリアルコードがある。
そのシリアルコードやられたのはやり返す。やられた。やり返すぜ。もう。もう。あ。やるコード入れよ。変身の。1時までか。大してないから、まあ、こんなくてもいいけどし、コードは結構あんね。データは出たのか。まあ、ゆっくりでいいよね。個人的なゆっくりでいい。3週間だと全然間に合わなかったとは言っとく。忙しすぎて。結婚相手が伝説の勇者の血を、金庫が伝説の勇者の血を持っていて、子供だよね、たぶん。は、お腹にいる。
まあちょっと長くはなった。動画編集も兼ねてるから 58%。 合間にアホやっといやいいんだよ。で無駄なくやって押せばいい？ヘルヘブン。まだ参照自体はあれなんだ。4章と5章なのか。普通の世界の方か。天空シリーズっては天空だもんね。結構長めに
もうこんな感じだったなぁかもしんない。じゃない部分もあるけど、練習も 71%。
長いね。天空まで行っちゃったわ。天空まで先生行っちゃったわ。3章、4章、5章でどうやって繋ぐんだろう。この塔まで行っちゃったぜ。妖精の城まで行っちゃったぜ。封印の祠行くみたいよ。で、最後の鍵でも入れんの。まあ、ゴンズとか倒さなきゃいけねえんだな、ゲーマーとか多分。これで多分最後の回に祠行って、ってかそこまでやんの長いな。長いのはいいんだけどさ、そしたら、残りのあれって、残りは、かなり最後の最後の最後で、残り4章か5章とかってないの？ドラクエ5のイベント。もうこんな佳境でいいの？いいんだけどさ。佳境でいいのこれ。こんなに佳境でいいの本当に。こんなに進んでいいの。あとで、ほとんども後半の方じゃね。少なくしてもこの世界は。4章があるってんだけど。イベントがわかんねえけど、これ進めて周回するみてえだな。で、あそこのスゴロクで飛ぶみてえだな。まあ、その辺のあれは面倒だから、まあ、僕は今できないけど、わかんねえから、まだ。本当に残り
返す日がやってWe'll be right back.
よくわかんないけど、もう佳境の佳境の佳境のような気がするんだけど、気のせい。なんか地上だか地下だかには行くような気がするけど。意外と驚きの驚きの驚きだね。で、驚きだね。今日の佳境のような気がする。ことはできない。だからスタミナがなくなるという痛恨のあれじゃねえかよ。もうなんかねえかな、スタミナの取るか、スタミナのしな感じのあれなのか。ジェム使うしかねえじゃねえかよ、これ。という事態すぎてダベーぞ。まあ、レベル上げらんねえのかな、これ。いや、冒険ランク上がんねえ。ああ、これはこうだった。スタミナ回復する。まあ、ジェムでもいい、最悪。その6ポイントあったら、速攻であれ取ろう。スタミナ回復するやつか。全部でもいいか。もうこれ、中途半端に止める方がめんどくさいんだよな。中途半端にこれを止めて、まだ次の日に補充する方がめんどくさいんだよな。正直なところ。2章か3章の、ポイントあるから、今日のこれで、あれがねえかな、スタミナ回復する。ないじゃん。まあ、ジェムを使おうか。よし。痛いから。あ、今ね、使う気がした。スタミナ使うのか、これ。あそこまで来てスタミナがなくなるという、ほんのあれだな。あといって何分も待つのもあれだから。ジェム使おう。乱暴ジェムで、あれなんだろう。どれぐらい続くだろうな。ジェム使おう。しょうがない。で、これはちょっと途中でやめることができない。やめる方が面倒だ。明日やってもいい。100ジェム回を使うぜ。
は面倒だから。どうせ大したの取れないって。3000ジェムあろうが大したのは取れない。増え上がるわもう。こんなことするな、イベント期間中だけだからね。こんなことしないからね、普段。イベント期間中は、これを打つのが、止めるのがだるいっていう。多分もう佳境なところだと思うから。そういうこと。普通に考えて佳境だと思うんだけど。え、でも大神殿からまだ続くのかな、これ。さすがにもうこの辺で終わってくれなかったらもう追加ジェムはやめるわもう。さすがに大神殿までしか俺もうやってらんないで、俺。もう、あとはちょっと後でってことでもう。ラバダイーブル戦までしかもう気持ちが乗れないぜ。さすがにね。さすがに100ジェムしかもうやんないからもう。さすがにここから続いたらもうさすがに無理だわ。魔界の方に行かないよね、今日。事実上最後の戦いだと思いたい。
結構、これで多分魔界の方に、謎がな、でも3時間のやつがようやく終わったわ。96。3時間のやつが終わりを告げ、楽しかった日。いやー楽しかった。苦しかった。まあ普通そうだろうね。さすがにこっから魔界まで行ってたら4章ってどうなるんじゃって話だから、多分4章が。あ、スタミナのやつがある。欲しいな。あの、配信とかしてるときに、中途半端に終わるのダメだから、もうジェム使うしかないもんね。特技って何？どっちでもいいんじゃないの？これ。そんないでしょ。敵の8連発知らんけども変わんないと思う、あんまりどっちでも。第4章解放でも27まで危ねえわ。もう解放されてもできないっちゅう話だったからやべえなと思ったわ。やべえなと。わし特性モンスタークエスト何でいいかな。ドラクエの世界を久しぶりにこんな感じだったなーって回る中、思い出をね、思い出という名のあれを見ながら回るという絵ではあったんじゃないですかね、久しぶりに。まあでも本当にこれでドラクエやりたくなる人たちいるで、5。そう。俺もだけど。ただまあ時間がねえからあれだけど。一年に一個ぐらいスチームかスマホで買っといても、そのシリーズを。5があるのか知らんけど。うん。仲間になりたい。あの、全部わかんないけど。これ一回だけしか取れないんでしょ？それとも取れんのかな？これ回す気になる。フェスティバルって感じ。お祭りだって感じでモンスターを。モンスターを取ればこれはモンスターを使えんのかな。わかんねえ、星空という。まだ細かく僕はね、100% わかって。もう終わりましょう。やんなきゃいけないことが目白押しっていうか、タクトもやんないで進ませないと。終わんなきゃいけない。楽しかったね。
あ、楽しかったっすね。ああ、お疲れ様です。そうですね。お疲れ様です。そうですね。あの、タクトちょっとストーリーパラパラってやって、なんかじゃないと全然進まなくて、うん、ぐらいですかね。あとは。